3つ目のキーワードこちらになります。じゃん、多くのプロパーの社長を作りたい、はい、ということなんですけれども、鈴木さん、私さっき の, あのその2でもご紹介ありましたけど、おじいちゃんが起こした会社、はい、でおじいちゃんお父さん鈴木さんじゃないですか、はい、もうちょっとおじいちゃんの話も聞きたいなと思うんですけど、あ、うん、昭和37年あたりと私は聞いておりますけども、うん、はい、まあ、ステンレスを圧延すると、はい、線を圧延するという時に、まあ、傷が非常につくと、うん、柔らかいんですね、ステンレスというのは、はい、うんうん、これがなんとかならないものかという中で、国産の第1号機である、はい、まあ、弊社の、まあ、自社製品である、はい、ローラーガイドというものが生まれました、はい、うん、これですね、これ模型らしいんですけれども、あ、これはあくまで模型です ね模型らしい、でも模型でも十分綺麗すごい、こういうのをね、そうそう、機能美はありますよね、うん、まあ、こういったものが、はい、まあ、ありがたいことに日本全国、うん、北は北海道、南は九州、沖縄まで、うんうんうん、製鉄所がございますけども、はい、そちらで、弊社の製品は使っていただいております。画期的なね、お仕事の効率も、あの品質もどんどん変えちゃうような機械をね、この北海道から全国に送り出していたって、はい、私これいい話だと思います。そうですね、うん、ありがたいことにそういったご評価をもちろんいただきます、ね、はい、でよく東京に本社を移さなくていいのっていうお話を昔からされてたそうなんですけれども、うんうん、はい、弊社が札幌にあるから、はい、こうして、まあ、福津さんも来ていただいたと思うんですいやいやいや、本当に素晴らしいなと思ってやっぱりこう札幌にいて、うん、はい、札幌、北海道の、うん、まあ、経済であるとか、はい、人様のために役立たなければならないというのが、はい、まあ、創業者である祖父の強い信念であったものですから、うんうん、先日素晴らしい賞もいただいたということでね、あ、社長がですね、社長がね、はいはい、お父さんが、これは非常になんか名誉あるということだそうなんですけども、うん、はい、北海道厚労省という、うん、素晴らしい、おめでとうございます。いや、すごいですよね。僕関係ないですけどね。お父さんおめでとうございますお父さんだった、社長おめでとうございますすごいですね。高橋晴美知事から直々にこう、はい、いただいた賞で、うん、今年も3名ですね、はい、企業ではちょっと珍しいということを耳にしております、はい、うん、と、まあ、今全国から仕事をいただいてて、最近ありがたいことにこう東南アジアであるとか、はい、インドであるとか、いわゆるアジアがですね、うん、非常に、まあ、活況を呈していると、はい、まあ、今ではもうアフリカ中東地域まで、すごい元気になってきてます、うん、こういったところに、まあ、弊社の機会をですね入れたいというお声掛けをいただいたおかげで、まあ、ありがたいことにまた輸出を少しずつさせていただいて、はい、まあ、それも作ってるのは札幌ですから、あ、すごいですね、はい、札幌から札幌で作ったものが今サウジアラビアでも動いてますし、はい、マレーシアでも、うんうんうん、各地のところで動いています、うん、こちらの会社さんに来ますと本当にいっぱい症状もかかってますけれども、鉄のことだけじゃなくて、例えば環境のこととかいろんな、お仕事をされるようになって、こうなるとまたどんどんとこれから先といいますと広がりを見せてくるでしょうね。そうですね、うん、鉄の世界だけで食べられなくなると、弊社の社長が13、14年前に、うん、思ったと聞いておりますけれども、はい、そこからいろいろと、まあ、試行錯誤を重ねて、うん、はい、まず最初の成果物としてはハイタイヤですね、うんうん、北海道ハイタイヤがたくさん多い地域なんですけども、はい、このただタイヤっていうのは今までこう切り刻んで燃料として燃やす以外に方法がなかったんですが、中にはもう鉄のワイヤーが無数に今入って、はい、でゴムはもう最高品質のゴム、そうか、あれ資源の塊なんです。なるほど、ただそれを燃やすだけでしかないというのは非常にまあもったいないだろうと、うん、はい、でなんとかこのゴムと鉄を別々にすることはできないのかっていうことをまた研究をしまして、うん、はい、で実際に別々にすることができたんですね、うん、でこの機械をまあ作って、はい、納めて、で今度我が社としてはこの分かれたゴムを、鉄はもうそのまままた鉄溶かせますから、なるほど、ゴムを細かく、粉状にしていくことで、はい、用途が広がるんではないかということを研究したんですね。再利用ってことですか。そうです、リサイクルですね。リサイクル、はい、
細かくすることでね。そうなんです。なるほど、うん、ただこのタイヤを粉にするという技術は、うん、その当時ですね、うん、取れたらノーベル賞ものであると、うーん、なるほど、まで言われた。できたらいいけど、え、できないだろう。いや、もうまずできないと。もう大学の先生からも、さまざまな工業試験場の方からも、絶対にできない、無理だと、はい、言われていたんですけども、まあ中小企業っていうのは恐ろしいもんで、うん、なんとかしてしまうんですね。うん、多分大手さんならできないと思います。そういうことってあるって言いますよね。中小企業だと、はい、あの不可能が可能になるんです。なるほど、はい、かっこいいです。不思議と。へー。ただこれがですね、タイヤはさほど それからあまり需要っていうものが出てこなかったんですね。はい、ただこの粉砕技術だけが残ったんです。はい、でこれがありがたいことに今大きく仕事に生きておりまして、はい、環境と申し上げてるんですけども、環境ってどんなことやってるんだと言いますと、今は抗菌ニッケルメッキという、はい、菌を寄せ付けない、菌を殺してしまうメッキがあるんですけども、これをメッキだけだとこう用途が拡大していかないんですけども、うん、このメッキ箔をですね、うん、うちの粉砕技術で微粉砕して、もう1ミクロンとかそんなレベルの話なんですけど、これを繊維に練り込んで靴下にすると水虫が治るとかですね。本当そういう技術になってんですか。そうなんです。車のシートに練り込むと匂いがしない、カビないとか。面白いですね。こういったものを、まあ、うちが材料を供給する側として、さまざまなメーカーさんとジョイントして、さまざまなメーカーさんが弊社から渡したその粉を使って、はい、あの品物を作って、で検査を重ねて、今も 何品かこう出てってるもの、これに今付加価値をつけるべくですね、さまざまな方々とこう連携しながら、はい、まあ、大きなプロジェクトに少しずつなっていってる、うん、まあ未来を作るものなんで、そうですね、中小企業未来を作れなかったらなくなっていくだけですから、ね、うん、そして鈴木さんとしてはもうこれからこの多くのプロパーの社長、これはどうでしょうか。はい、とまあ中小企業で働いていただいてる方っていうのは、まあ日本全国で見ても圧倒的に多いんですけれども、うん、まあ我々のようなこのオーナー企業になりますと、なかなか社員さんがですね、うん、社長になるという機会は少ないのではないかな。少なございます。私そう思います。思っております、はい、これは決していいことではないと私は思っているんですね、うん、私はたまたまその会社をやっている家に生まれただけであって、うん、はい、自分の力でそれをつかみ取ってるわけでも何でもないんです。それはもう十分に私は理解してるんです、うんうん、もうただその中には社長の器たるものもいるかもしれないし、はい、うん、磨けば社長の器になっていく社員だっているはずなんですね、はいはい、そういう人間たちにこうやっぱり夢を持たせたい、はい、それにはいろんな業種業態を、うん、まあ、鉄環境だけにとどまらずですね、さまざまな業種業態をうちがやれる会社にしていって、はいはい、そこからプロパーから一人でも二人でもこう社長が生まれていって、はい、そうするとあうちの会社でも社長になれる、うん、で自分でこの会社を切り回せる、はい、まあ、そういう可能性をみんなに感じてもらいたい、はい、それが結果的に会社が増えれば雇用にもつながりますよね、うんうん、はい、札幌の学生ってのは半分以上が道外に就職で流出をしていますから、はい、それを少しでも、うん、1人でも2人でも就職の可能性を作ってあげることというのはこの地で、うん、企業を営んでいるものとしては、はい、まあ、責任があるのではないかなというふうには考えています。今の話私すごくね、あの鈴木さんらしいなと、鈴木さんらしいなもそうだけどのあの JC っぽいなっていうのもちょっと思いました。そうですね、あの今日実はその青年会議所未来の都市環境創造委員会 の委員長でもいらっしゃいますけれども、この委員会の中でも本当にその学生さんたちといろいろワークショップをやったり、はいろいろな取り組みをして、はい、札幌の未来をどうしていこうとか、はい、もう経営のこともそうですけれどもね、はい、そういうことをこういろんなあの提案をされて活動されていらっしゃいましたもんね。そうですね、やっぱり、うん、まあ、我々40歳までの、まあ、青年会議所の話を少しだけすると、はい、40歳までの、まあ、青年経済人の集まりでありまして、うん、はい、仕事をしながら、家庭を営みながら自分たちのお金で街づくりをする、うん、自分たちの
お金で自分たちを鍛える、はい、まあ、そういう団体であるんですけども、この責任世代と我々は称している40歳までの我々だけでは、うん、はい、なかなかこう斬新な発想であるとか、うんうん、本当の意味での未来を作る種というものを見つけることがやっぱなかなかできない、はい、今そしてこのちょっと先を見ることができてもですね、うん、10年後20年後30年後までを視野に入れることっていうのはなかなか難しいな、うんうん、今20歳の子が30年経ったって50歳なんですよ、はい、我々70歳ですか、そうですね、80歳ですか、はい、そうですね、それはもうさすがに無理がある、はい、やっぱこの学生たちに今自分たちが住んでいるこの町というものを、うんうん、もう一回、いや初めてかもしれませんね、うんうん、考えてもらおう、うん、10年後20年後この町に自分は住んでいるかっていう質問に、うんうん、はい住んでますって答えられる人ってそんなにいないと思うんですね、はいはい、自分がどこにいるかわからない、はい、東京にいるかもしれない、海外にいるかもしれない、うんうん、じゃあ札幌に住めない理由って何ですか、いや仕事がないから、うんうんうん、雪が多くて住みづらいんです、うん、そんな理由でこの生まれ育った町を離れるなんてそんなもったいないことはないと僕は思ってるんです、はいはい、札幌は田舎ですけど田舎ではないんですよね、うん、故郷であってもそこは住み続けていてほしい町だと僕は思っているんです、はい、それを今二十歳そこそこの学生が真剣に考えることというのが必ず小さな波紋が大きな波になると僕らは思っていまして、はいはい、彼らが10年後20年後に僕らがやったようなことをやってもし、うん、してくれたら、はい、それは今よりもずっと大きな波を作るでしょうし、うん、そういう人たちが増えていけば町づくりはもっと良くなっていくだろうと、はい、いうふうに思っています、はい、うん、いろいろな業界のリーダーとね、あの学生のうちに出会っていろんなこう刺激をもらってから社会に出るっていうのは本当に大きいなと思いました。あのこれからも、あ、青年会長も卒業なんですね。はい、お疲れ様です。もう間もなく卒業、あの青年会1月から12月までですからもうすぐですもんね、はいはい、でも本当にあの何年いらしたんでしたっけ。3年です。3年いらして、あの日本の方もやりましたもんね。日本は新入会の時と2年目と、そうですよね、はい、出向しました、はいはい、させていただきました。もういろんなあの業界の方たちとの輪もできましたし、ぜひ若い人たちも影響をたくさんもっともっと思ってですね、この多くのプロパンの、ね、あの社長さんが札幌にたくさんできてくれると嬉しいなと思いました、はい、そういう人になりたいと思います、うん、はい、なんかあの経営に対してもいろいろなヒントが今日はもらえたんじゃないかなというふうに思います。札幌にこんな会社があるんですね。今日のゲストは寿産業株式会社常務取締役の鈴木俊一郎さんでした。ありがとうございました。どうもありがとうございました。さよなら。